が関節式装備されています大砲はイタリアで開発され日本製鋼所でライセンス生産された62口径 76mm 砲速射砲です。最大射程は約 16km で、この場所から発射した場合、東京ゲートブリッジまで届きます。発射速度は1分間に80発発射することができ、海上自衛隊では淡路を含め29隻に装備されています。また海上自衛隊では 76mm 速射砲のほかに62口径5インチ砲、54口径127ミリ速射砲、54口径5インチ弾頭速射砲などを装備しています。以上で76ミリ砲の東方展示を終わります。